突っ込みニュースランキング維持問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングで紹介まずは第5位フィギュアスケート男子の羽生結弦選手が23日 北京五輪代表最終選考会を兼ねた。全日本選手権の公式練習に臨み。うん、前人未到のクワッドアクセル。四回転半ジャンプを公の場で初めて着氷しました。二十六日に演じるフリーの冒頭で。入れたいと。実戦初投入を明言しました。まあ、オリンピック三連覇という、もう本当に誰もやったことがない。という,、ねはいうね、ものがかかっているわけでもありますし。すね,ねえ。まあ、一方で、本当にこの人たちっていうのは、これだけブランクがあっても。しっかりとこういう。 ところに合わせてくるというのもありますからまそこも含めても大注目のフリーの演技になりそうですよねはい楽しみです、はいうん、続いて第4位明日25日から27日頃にかけて強い冬型の気圧配置になるため関西では明日の夜から月曜日にかけて日本海側を中心に大雪の恐れがあります、うん 普段雪の少ない太平洋側の平地でも積雪となる見込みで交通機関に影響が出る恐れがあるため注意が必要です。ツッコミはい、これこの後石田さんに解説してもらいますけれどもね、はい、本当平地というかね、我々、こう、うん、都心部に住んでいると本当にこの辺りに対する備えがね、はい、できてないところありますので改めてその辺りご注意いただきたいと思います。続続いいててきましょう。続いて第3位。 大晦日の第72回 NHK 紅白歌合戦でドラゴンクエストの特別企画が実施されることが決まりました、うん、ドラゴンクエストは東京五輪開会式では入場行進曲として序曲が流れ9月には音楽を手がけた作曲家の杉山光一さんが亡くなりました、うん、紅白では東京都公共楽団による生演奏でドラゴンクエストの音楽を届けます、はい また松田聖子さんは予定通りに出場する可能性の高いことが分かりました、はい、ちなみに大晦日夜は TBS 系では ザ・鬼退治大晦日決戦 in 鬼ヶ島を放送いたします、はい、毎年この時期になりますとお伝えしますがあ鬼ヶ島決戦が、えー、本来表でございまして、はい、NHK は裏番組ということですからねただまあ,あの、まあ、いろんなイベントが NHK の中でやるっていうのがスポーツ新聞に <laughs> ちょ出てくるタイミングになりまして今あったような杉山さんのイベントとか、えー、なんか細川たかしさんがねレジェンドとしてまた復活するとか <laughs>、うん、という中でまああのー、ねお嬢さんオーナー よくなりになりましたあ松田聖子さんがどうされるのかというところなんですが、はい、今日その報道を見てますとえどうやらご出場ということだそうなので、はい、まあ本当ファンの皆さんのために歌いたいとおっしゃってるんでんますからねこの後にまた、はい、えーねえ見聞きしたいなということを思います、うん、はいでは続いていきましょうか続いて第2位は 新型コロナウイルスのオミクロン株の市中感染が確認された状況を受け、大阪府は無症状の不眠を対象とした無料の検査場を開設します。はい、検査場では PCR 検査または抗原検査を無料で受けることができ、検査場の場所は大阪府のホームページで確認することができます。はい、今日二十四日から大阪府内で百箇所以上の検査場が設けられ。 今後はおよそ450箇所までで増やされる予定です、はい、これは先ほどホームページもちょっと確認したんですけれども、はい、あ,あくまでですねこのた例えば我々でもそうなんですが、えー、ワクチンを例えば健康上の理由で打てない方とかで、うんえー、例えばお出かけされるとかいろんなところイベントに参加されるということで、えー、自分はこうかかってませんよということを証明するものが必要という皆さんが前提ということになってまいりますので、はいえー、そのあたりぜひあのホームページ等々ご確認をいただきましてご自身があの無料で、えー お受けできるのか、はい、それとも有料なのかというところ、改めてチェックいただきたいと思います。うん、はい、はい、続いて一位は。アメリカ製薬大手のメルク社が開発した新型コロナウイルス感染症の飲み薬。モルヌピラビルについて、厚生労働省は二十四日に専門部会を開き。製造販売の承認可否を審議します。 承認されれば飲むタイプのコロナ向け抗ウイルス薬としては初の実用化となりますはい、えー、これ一昨日岸田総理がおっしゃったんですけれども、はいあまあ、できるだけ早くもし承認進めばですね、うん、週明けにもということになりますので、はい、まあちょうどオミクロン株がねこういう形で言われているところなのでねどんなな形でで承認されるかとといいうことになりますはい、ではあコマーシャルなと石田英さんの登場でございます。 上泉雄一の a ーナーではあなたのメッセージをお待ちしています。ニュースについて言いたいことはもちろん、暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってください。メール UWA-MBS1179.comTwitter ではハッシュタグ a ーナーをつけてつぶやいてください。 朝時刻まもなく六時二十一分になります。ここからは石田英二さんの登場でございます。石田さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先ほど少しお話しあったんですが、まああのオミクロン株が市中感染ということになってきまして、あのしかし、このモルヌプラピラビルそうですがあの非常に速くなりそうですね。あのまあ一説あんそこまでその何ていうかな効果ね期待したほどでもないというまあ三十パーセントぐらいの人しか効きへんという。 データもあるみたいなんですけど国によっては承認もうちょっと遅らせるとこもあるみたいなんですけどただ僕思うんだけど新型コロナウイルスに対する武器ね人類が持つ武器は多い方がいいと思うんであ普段だったら薬のねこういう承認とかってまあまあ時間かかる作業でしょ日常だっねそれはもうめちゃくちゃかかるねだからいろんなものが前倒しになってきてるというとこあると思いますがさあそれではまずは今日はこのニュースからお伝えしてまいりましょう。明日から 全国的にに厳しい寒さになりそうです、はい、週末は強い冬型の気圧配置となりまして明日25日の午後からですね日本付近に強い寒気が流れ込みまして26日まで日本海側の,海側の山沿いで5 0ンチ以上の大雪となるところがあります。うん 来週二十八日ですからこれ火曜日ということになりますが、はい、さらに積雪増える予想で太平洋側も雪の積もるところがありそうです、うん、まあ風も強くてですね猛吹雪となる恐れもあるということで石田さんこれ厳重な警戒が必要だそうですね,、うん、ですねまあホワイトクリスマス言うてちょっとこう、えー、ロマンチックやなぁと言うてる場合はさらないといういや,やっぱりあの車とかね引き付けんとあの、はい 一回、まあ、ですけどもその、ね、あの立ち寄り様子とか出てきますし、ねうん、あのラニーニャ現象というのがあって赤道、はい、付近のお、まあ、水温が下がる、はい、例年より低くなるのはラニーニャ現象、うん、こうなると冬が厳しくなるんです。去年 二十二千二十年二十一年ぐらいラニア現象が起きてるんで、去年も結構冬厳しかったと思うんですけど、今年もなんか厳しいでしょうね。あの何て言うんですか、冬型の気圧配置ですという天気図を見るじゃないですか。も等圧線がものすごい狭い環境で縦にずっと並んでみると、あの人間と不思議なもんですね。あれを見ただけで寒いと思います。寒いです。寒いです。だいぶなんかすり込まれてるんでしょうけどね。<laughs> でいや気付けなかっこれが気付けながら実は電気なんですね。 電気の需要が実はね、ええー、まあ結構国がもうちょっとあの節電心がけてるなと、うん、まあ寒くなるしもあるんですが、<ー>そもそも二千二十一年の冬、うん、まあ二十二年にかけての、うん、この冬は電力不足になるよと三年前から言われてたんです。あ,あそんな前から。三年前から言われてたんです。んええー、それなんでか言うと、あのー、新電力っていうのがまあ要は。 電力のの自由化っていうのがで、うん、民間企業が入ってきましたよね、うん、で民間企業が入ってきて、まあえー、自前で発電所を持つところもあればどっかから買うというとこともありますけども、うん、あのそれまでのいわゆる電力会社従前の電力会社が、まあ、った競争にさらされたわけですね、うん、そんな中でその、うんまあ、った発電効率の悪い古い火力発電所を、ね、もう止めていったんですよ。 でそれを止めたのがこの5年間で、うんえー、火力発電所なんですがこの5年間でね原発10基分っていわれてます。めちゃくちゃ止まってますよもっと言うとその、ま、従前の電力会社からしたら、まあ他のライバル出てきて、うん、美味しいとこだけ取るのはずるいで、うん、とそれやったらその発電効率の悪いのはうちはもうやめさせてもらいますまでな,なってんそれぐらいから。 もうそんだけ減ったらちょっと皆が電力使いだすとやばなあるでってことは3年ぐらい前から言れとったんですよ。でそこにこのめちゃくちゃ寒い冬が来るんで今年は本当に気をつけてねっていうことを通産省あたりが言うてます。難しいんですけどあの、えーまあ、起こせる電力が100としましょう。はいはい、で使う電力が97まではなんとかなるんです。ざっくり言うとね、うん、でその これ残り3までは何とかなの三3切り出すとちょっとやばいでと、うん、もちろん100超えたら停電ですよああそうですよね、うん、停電ですけど、うん、もう3切り出すとちょっと不安定になってくるんですね電力がでそれがまああの起こるんちゃうか、まあのちょっと予備率って言い方するんですけどね、うんうん、予備率が3切ることが、えー、もうねもうギリギリやな。今でもキワキワなんですよ、うん 関西電力さんとかとお話しされる時っていつもそうなんですけど、うん、やっぱり電力の安定供給も、まあ、これガスもそうなんですけど、うん、安定供給ところ社会のインフラにおいて、その不安を起こさないっていうことって実は社会的使命としてものすごいものありますよね。そうそうそう電力会社さんは一生懸命そこはもうやらはんねんだけども、うん、新電力会社参入してきて新しいとかそこあんまり考えへん。んまああの利益が取れれば、そんな大っきいないしね。うん、で、そうするとその逆に儲かれへん発電所はその 維持できへんとなってくる、うん、あの、従前のお発あ、電力会社のこともわかるじゃないですか。はい、でもそこはかる押しつけられてもっていうのがあるんで、うんだからそうなるとね、もう3キロってやばい。今年ね、えー、っと、来年2月の予想で、東京電力管内は3.1になるよって。ギリギリや。そうですね、ギリギリん。ギリギリ,ギリギリ。で、まあ、完全は、あの、原発が動いてるってこともあって、うんまあ4ぐらい。あで 4, 4が4、まあ、4あればね、割とね、ああ ままああオッケーです。オッケーっておかしいけど変な言い方ですけど一番いいバランスのところぐらいなんでしょうね4ぐらいがね4はマックス使ってってことでしょ一番ピークの時にだから一番寒い時やな寒い時間帯とかうんあっはいどうぞうんあのででちょっと問題はこれまあ今年ギリ起これへんかなそのいわゆるブラック大停電起これへんかなっていう根拠にあの 実は火力発電所をね、もうちょっと老朽化して、えー、休ませた火力発電所を、うん、じゃもうわかりました、再稼働しますと、もちろん検査した上で安全を確認した上でなんですけどね、あ,ねうん、あと原発もね、一旦原発で定期検査に入ると長い間休むんですよ。それもちょっと定期検査を。 暮らしますとあ冬が一番寒い時過ぎてから、うん、春からまでやりますとこれもまあ一応安全確認した上でなんですけど、うん、やっぱり僕らとしてはほんまやったら休むべき火力発電所が動き、うん、ほんまやったら検査せなあかん原発が検査のために止まらなあかんのが止まってないとなったら、うん、それってやっぱりちょっと大丈夫ですわれても、うん、まあまあなんとか乗り切ってほしいなと思うけど。 まあちゃんと早いことや,、うん、<laughs> やってねえと思うやんあの夏場もそうですよね、うん、必ずこうピークのとこに向けてどうするかっていうのをすごい読み張るんでしょうけどもいやでも結局さ今年1年ってこの二酸化炭素の排出みたいなところすごい言われた、えー、特に1年の中でね、はい、でも火力発電所も稼働させなあかんってなった時にすごいあの世の中は何を求めてるんだっていうのをすごい感じますよね。うん、そうなんで,すよでまさに古い火力発電所をもう 廃止していったのも発電効率悪いってことは二酸化炭素出すわけじゃないですのよりはえのんっ最新の形でやつでそれでやいや言われんやったらもうやめますとなるわけじゃないですかほなやめたらやめたで電力足りませんわクラックアウトするわ言うたらほな誰のためのもんやねんそう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 それをねの既存の電力会社はかしおつけられてもなっていうのはあると思うんですよねちなみに北海道の多くの寒い時のご家庭は主な弾力は何 冬油ストーブああそうか冬よねねでも今年高いですよまあ冬とかあとこたつそうですねこたつですあのエアコンでしたっけこっちはそれは全く使わないですあそうやろなまあ電気代昔はねあのまあ北海道めちゃくちゃ寒いから冬とかでもガンガンやると思うんですけど昔はそうやって各家げ冬油とかねいやそうでした多かったよ多かった うちが寒いなかプチ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 やってました。しばらくつけて、ちょっとまあ臭いとか。そう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 。それでもいいんですよね。という臭さが冬の醍醐味。それがいつの間にかね、ほぼ電気でぬくめるようになってきましたね。実は。電気による暖房って、電気による冷房より、電気食うんですよ。ああ、そうなんですか。あ暖房のが。そうなんですね。それでやっぱり急に電力が。ちなみにですね、ええ、十二月六日、ええ、えっと、何曜日や月曜日。月曜日、東京電力管内が。い 96まで行って残り四になってねこれでこれやからもっと寒なったらやばいなう話になったわけです。かといってねあのみんながつけないいうわけにいかんでしょうかんだからまあできるだけ例えばまあ節電あ、ね、例えば。 部屋が三つあんねんやったら、三つともつけんと、一、うん、つにみんな集まるとか。そうですね。うん、まあ、うん、あの、冷房の時もいるで。まあ、そうですね。ねそれと一緒やと思うんですけどね。ちなみに、あのー、先週末、札幌では、午前五時までの二十四時間の。はい、あのー、降雪量が、五十五センチで、観測史上最も降ったということだ、そうなんですけど。うんはい、でも、別海町という前田が出身の一番東から、札幌に行っても、ちょっとぬくいなみたいなあったりする。うん、あんま関係ないの。<laughs> まあでも雪東側は全く雪がなくて<ー>なので逆に東側の方が寒いんですよあ放射冷却っていう現象で寒くなってるので<ー>今日はマイナス10度だってお母さんから <laughs> 母から連絡来ました <laughs> マイナス10度とマイナス15度は違う いや、もうあんまり変わらないですけど水道管が破裂したりとか生活に支障が出始めるのがマイナス15度とかそのぐらいの気温になってきてすごい聞いたらねほらスケートが得意だって話あったじゃないですか朝学校来たら先生がグラウンドに水まいて水いてくれてお昼ぐらいにはスケートリンクにかかってるんですよそれでそこで体育するどんな授業やねん全てが僕らんでも想像できないような寒波にそれこそ北海道は慣れてるけれどももう 我々は本当にもう都会は雪にも弱いから今年は寒いしとはいえ電気もなかなか綱当たりなんで節電心をあけましょうとはい、6時31分続いてのニュースこちらです仕組みを詳しく知らなかったという方も多いんじゃないでしょうかしわ寄せば国民に自売席の運用益6013億円が未返済というニュースです 自動車ユーザーが支払った自賠責保険自動車損害賠償責任保険の再保険運用益6013億円の貸付をめぐりまして斉藤鉄夫国土交通大臣と鈴木俊一財務大臣の大臣接種を行われました2022年度の返済額が54億円2018年に返済が再開された23億円からは倍増額ということになるんですがそれまでにも関西までに112年 必要と僕ねこのニュース久しぶりに見たのが2010年に僕当時テレビで「ちんぷんぷという番組でこのニュース取り上げてるんですよそこから11年経ってまだ返してへんなんか話なんですけど例えって言うと分かりやすいのは子供がお年玉これからもらいますでまあね1月ももう学校始まる頃になったら結構たまってます。それをお ちゃんおまお母ちゃんがねちょっとあの今月借け苦しいから貸してと子供に言うて返してない状態ですなるほどなるほどで自転車来るのは我々ほら車乗ってるバイク乗ってるみんな入るわけですよねあのえっと普通乗用車で三年 2> で、でで、万千だ大体1年1万年ぐらいです。これがですね制度ができたのが1955年ということなんでえ僕より4年だから66年前だから戦後10年でしょそうですでこの自賠責制度ができましたで当時そのお金は全部あの民間の保険会社に行くわけですそこがまあ あうん、預かってくれるとか、はい、運用してくれるんですけども、うん、当時ね保険会社が小さかったんですよまだ戦後10年やから今言ってうて、んうん、だからあのー、2001年までの46年間は、うん、ユーザーが払った保険料の6割は国が運用したんです。うん、でそんなお金そんなに預かなて何てうか皆が払ったほど保険料はいらんわけ。 保険金として支払われてないわけですから、だから余った分を増やしていこうと運用しようということですその運用も当時は保険会社が小かったんで、国がやってありますということで、ユーザーが払った保険料の6割は国が運用したんです、残り4割はその保険金として払ったり、保険会社が運用したんです。 国が運用してたんですが、うん、46年間で2兆円になったんです2001年までに 2>,、うん、2兆円たまったんです、うん、でこれは誰のもんですかと言ったら、うん、これはユーザーのもんでしょ、うん、払ったユーザーのもんですよねというで2002年度からは、うん、もう保険会社ももう大きになったから自分のところで運用できるよねとなって、うん、分かります。できますよと、うん、でもとりあえず今国が運用して 儲かった2兆円あるんですよ。うんうん、これをどうしましょうかとなった時に、1>, うん、1兆2000億はもうあの自賠責保険料を下げましょうと。うん、ああ、そうですね。これわかるよ、ね。理屈です。はい、わかるよね。はい、その通り。ね、で8000で8400億円まだある、うんはい、あったんです。うん、で8400億円は国の特別会計というまあ大きな財布に入れて。はいはい のて、例えばね事故で引き逃げされたとか事故に酔ったけど相手が自賠責にすら入ってへんだとかあるでしょう。まあまああるよねそういう場合って言うたら引かれ損というかどっからも保険出えへん。でそういう人に対して自賠責入ってへん車やけど自賠責からプールしてるお金からそういう人に保険代保険金払ってあげましょうという。 そのお金に8,400億円を使おうとなったわけここまでわかるわかりますそしたら8,400億円もで確かにいらんねんそんなに多いなるほどそんなにいらんでも大体年間ね百数十億ぐらいもあれば十分いけます1 0百億円超えちょうで十分いけます多いでしょでところでその時国がお金困ってたんでちょっと貸してとで8,400億円のうちの6,000億円を ちょっと貸してということで、うん、1994年と95年の2年間にわたって借りたんです。うんうん、でそれはいつ返すって言われて、うん、最初はまあ何年何年というその都度その都度金ない金ない言ってうて <laughs> ずーっとでちなみにあの最,最初に94年95年に借りた最初の返済金は2000年やったんですよ。はい、6年後5年後に返すって言ったのが「うん、ないわかねえ」って「うん、もうちょっと待って」って。 まあまだないなで、であのう、ー、2018年からは返済が始まったんですけど、うん、ようやく始まったんですけど、うんうん、年平均するとね年40億円ぐらいやったんです。うん、あのね6000億借りてるわけです。1%の利子で60億円です。ほんまずね利子分にもなれんや。<laughs> ん利子にもなるかなわけ。だから増えていったわけです。うん、借りてる金が。 なんでですね 6, 今、おばあちゃんに言ったように、利子にもなってこれを6013億円はまだ返してもうてへんから、うんえー、このペースで返していったら一体何百年かかんねんそれが112年かかるということ。112年っていうのはあの、利息ゼロで計算してますからね。<あ>そううしかもその、の今年ちょっとおゆめに返しますって言ったお金で、えー、や計算して、利息ゼロで計算してるから。 時速取ったらね、うん、ほぼほぼ永遠に返されへんわけどこんな感じではこれこれさ、うん、返さないとして、うん、誰の責任返す返さんでこれだから、うんえー、国交省と政府ですね政府ですか政府ですあの借りたのは、うん、まあ、政府です借りたのは政府ね貸したのは、うん、まあ 貸したのはユーザーだけど、ユーザーやけど、一応、国交省が管理している特別会計ですね、だから一応、預かり主の大本は国交省大臣が言うわけですね、なる。国交省の大臣返してと、財務省の大臣に言うわけですね。そしたら、ちょっと待てと、もう来年度が今、返済期限ですよと、何べんも返済期限してるんだけど、来年度の予算に、 つまり、6000億入れないことには一括関西できませんよ,、うん、そうですよね。財務省はそんな金はないと、それ、うん、で、えー、来年度の予算は54億円だけ返しますと、普段よりちょっと多いですよと言ったんだけども、<laughs> ややこしなこっからで、はい、さっき言ったように、うん、このさっき言ったその 事故対策事業っていうんですよね、さっき保険入ってへん車にはねられたでこれが百二十四億円まあ使ったんだって、でそれで五十四億、あのこれに対して去年は四十七億円返してくれた。ということは、残りの七十七億円は、その特別会計のあの財布でまた残ってるものから払ってるんです。で、これがどん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 この財布は細なっていっておるから、返してくれへんだから。その細なった財布は もうちょっと、もう膨らまさな感じ、はい。そうですね。それで自買責上げようかよ話になって。赤字。本末が転倒するから、えーそ。そうやね。どういうこと。<laughs> いや、それは筋がちゃうな。筋がちゃうでしょ、ね、筋がちゃう。だから、僕は十二年前、十一年前から、お菓子、お菓子出たのに。まだ返してへんなんか、やつ話です。いや、それは。 自賠責を増やさえでも、みうともともとまた6,000兆なりやるんですから、うん、そこからね、うん、6,000億なりやるんですか、うんうん、そこからわけにいかんのですかいやだから、それを毎年、ちょっとずつ返すんだけど、<laughs> それは利子分ぐらいしかなってへんやないかい、一応、話で。で、それでも、毎年返してる分だけやったら、足らんわけ、足ら,、ね、らんから、特別会計の,、うん、その、そういう自己対策事業のお、農あの財布からちょっとずつ出すから、その財布がちっこなっていく。 これほら、あのね、閣議の前って写真撮るじゃないですか総理を中心にわって隣で見てお前返してないと思っててほしいなこのね面白いこの政府というのはね一応国交大臣と財務大臣が話し合ってね来年度は54億円ちょっと返します言った時のこれがね分かりにくいコメントしてるんですよ読むよこのままこれ理解できへんと思う普通。金制度について、 2023年度以降の可能な限り速やかな導入に向けた検討を行い早期に結論を得ることです何を言ってんのか言ったら <laughs> 早い話が被害者対策費を自賠責保険に上乗せすると言うてるわけです <laughs> ああそういうことですよね財布がちこなって言ってるこれは赤いこれは違う <laughs> 字が違ううなんねんということです <laughs> いやーあの何ていうの 知らん間にまあ多分みんな自動納めてはるじゃないですかとるで納めててまあ正直行き道も分からんまんま「納めてくれ」言うから納めてるケースあると思うんです自賠責はこれいりますから言うてで「納めてるはそんなことなっとるわ余っとるわ貸してるわ足だようになったわ」ってそうやねほで返されへんから自賠責あげようみたいな話になっていやこれはもうちょっと怒らなあかんのちゃいますけさん。これ誰が怒るのえっとそれはユーザーです国民というよりは あの自買い付きを払ってる人たちでですよそう,そうだから車乗ってる人らですよね。上がる必要のない自賠責保険料が上がる可能性があるわけやから。うんこんなのそれこそね例えばほら自動車関連のそういう業界の団体の人らは。うんうん 国交省とかに言うとかあめちゃくちゃ怒ってはる僕11年前取材した時から自動車関連の団体めちゃくちゃ怒ってる怒ってるでしょその人らはもうもうだいぶ言うたはるんでしょうけど聞く耳持たないんですかね無理なのかもいやないないでだからね最初言いました子供のお年は貸していいんだけど返す果てがないのに借りよったわけやこういう時こそ例えば交通族とかと言われる人はもっと頑張らなあかんのちゃいますのそうなんですよねそしたら内袖が振られへんて。ほんだら あのいやほんだらガ,ガソリンの税金上げようかとか言わちょっと待て」と「それおかしいぞ」と。<laughs> いやそうなんですよあのこのね桁が大きい金額になってくると、うん、その6,000億とか、うん、2>, 2兆とかっていう金額が、うん、目の前の現金では詰まれないじゃないですかだから余計に話が見えにくくなるんですよね。だから数字だけが動くから そのじゃあのアイディアだけ一つい出しまうと、あの企業団体献金を廃止する代わりに政党助成金をくださいというて年間大体300円ずつぐらい我々取られてます。これは納めてます。助成金収めてます。収めてます。この20年間政党助成金止めたらいね、ほんだら帰ってくるわ。うわ。でも20年分ぐらいってことなんですね。そうよ。うわ。 ほんならみんな必死になってこれ返さなあかん返さなあかんなるわけです止めるの多いでいやほんまにでも知らん間にそんなことになってて仮に自売席が仮に上がるとなった時に我々はなんや知らんけど上がんねや言うてそで仕組みも知らんうちにまああの自分が払ってるけど払ってへん車がおってそれがその人を跳ねた時にその人たちが跳ねられた人が困るとそれは我々が払ってる自売席からね 払ってあげてよでこれは理解できるそ,れそれは理解できる、はい、それは理解できるねこう理解できる、うん、このお金がないからちょっと自買いの値段上げるここも理解できるはい。うん、そのちょっとただん理由は国が金返せんからね <laughs> ってそれをちょっと待ってと <laughs> それおかしい, <laughs> かしいなんかしっかりとしたこう約束みたいなされてないんですかいやしてるから毎年あの更新この時期になると、うん、お国交省の大臣と財務省の大臣が話し合って<お>来年いく,いくら返してくれるのみたいな 話はしてるんですよでもまあそれもんかんかできですっぽいなんか今年はこれの金額にしますていうちょっと普段よりね10億円ほど増やしたんやけどいやしっくりこへんなそうでしょこの問題はねちょっと皆ね僕11年前にもプ p で言ってましたこれはちょっと特に車ユーザーの皆さんは今車運転しながら自分の車に入ってる自賠責も含めて怒りましょうこれは6,000億ですから時分です <laughs> 上塚雄一のエナ MBS ラジオがお送りしています。さあ時刻は六時五十三分回っています。続いて石田英さんにはこの話題でございます。はい、顔認識カメラの規制強化へでございます。さあ顔の特徴から個人を特定する顔認識カメラの画像データについて国の個人情報保護委員会は をを強化するという方針を固めました現在主にデータの利用目的の公表義務にとどまっていますがデータの保存期間の明示などを求める案も検討していますということなんですが斉下、うん、さん本当に今この顔認識カメラすごいですもんね,<の>ね僕ら知らんとこでとっても顔が映ってんやろなきっとそうだと思いますすべては AI 人工知能の発達によるもんですね、はい、ですよね AI 中のも 見たことないからね。これが AI かどう<や> <laughs> なんから分からへんなんけど。私がいや言いませんし。うん、あっちこっちでね、こう使ってるみたいなんですけども、うん、今ちょっとバテ出てきたように、はい、個人情報保護法というのがあって、えー、名前とか生年月日と同じように、うん、顔認識データを取りますよということは、うん、と取る時点は本人の同意は必要ないんです。うん、だからあっちこっちで僕ら取られてるんですね。はい、例えばね、あのー、一番よく使ってるのがね、まあ一番よくていうかそのお店。 お店に人が入ってきまで誰が入っていつも来てるお客さんかどうかは分かりますよねその顔認証で年齢も大体分かります大体顔で年齢っていうの分かるようにあれ不思議やで昔二十歳にならないと買えないビールやったかなあのやつがあってビールやったかな思うけどあの顔認証使用す自動販売機が。 それがようできとってね。ふ、うん、けた十八と。うん、ものすごい。おぼこい二十に連れて行ったら、ちゃんとよ。よ、うんうん、僕びっくりしましたけど、ありますよね。例えば、ほら、犯罪を。なんか、ほら、なんか、お店で万引きとかしそうな人っていうのは。明らかに、この、なんていうですか、凶悪そうな人が言っても。 違うんですよねだから特徴があるんやろねねこういう動きそんであのなんていうじゃあ騙されようと思ってあえてちょっと不安な素振りとかしていっても認識していや健全な人でそうです全てがちゃうんそれが ai の a 月内とかすごいところなんですよねそれこそさ最近したさん例えばね今回の北新地のビルのそうでしたけど例えばその容疑者があの街を自転車で通ってたとかああいう映像ってすぐ出てきたするじゃないですかあれなんかだいぶ活用されてるんちゃいますまあ そうですねあの街の中はまあそんなにまだううま店に入ってきた人がね、うん、例えばその、うんまあ、あと感情を読み取るわけね。で、うん、例えばある商品の前ですごい欲しそうな顔をした、はあ、ある商品の前では全然興味なさそうな顔をした手に取ってふんと置いたけども、うん、実は欲しがってるかどうかわかるわけですよ。イイ出てるるんやろう、ね、やそう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 ねそそそそすると 店として使いたいたのは買わなかった人がなぜ買わなかったのか、うん、ということにそうや AI を使って例えばそれは例えばこの時の店員さんのこの人と言とが嫌やったあそうみたいやでとか、うん、それをや,ったらやることで買う方に持っていくそれできるねそれをね今一生懸命やってんのだからそうやって顔認証カメラで、えー、データを蓄積していくわけですよ。今言うとあとはは、うんまあ、これ顔いうよりは人流 を見といて、うんえー、この時間、ここ人、要算を売るから交渉かとか、うんあ,ね、あと今、上ちゃん言ったようにあの、不審者の検知やね、うんうん、これにも使ってるんですが、まあ、イベント会場とかでね、うん、今言うたようなことで使うんですが、うんうん、実は今年の9月に JR 東日本が、あの個人情報を保護委員会に相談したんですよ、うん、相談した内容っていうのが、駅構内に、えー、設置してるカメラで、うん 刑務所からの出てきから出てきた人を検知する。はあ、それもできるで。はあ、データさえあれば確かにね。検知してえー。まあ、あのー、まあ、防犯に役立てられへんかと。はい、その人どうかすううわけないけど、ちょっと気いつけて見ておいて。うん、変な動きしたら例えば。刑務所入ってた理由が痴漢やったとしたら、ああ確かにただこの人が痴漢、うん、まあ。政変かどうか、ちょっと注意して見とこうとかいうのに。 つこたらまずいですかねということを個人情報保護委員会に、うんまあ、相談したんですよ。うん、だけど結局 JR 東日本さんとしては「いやまだまだ社会的な合意はできてませんね」とここに関しては。難しいなだから「やめときますわ」になったの。うん、で逆に「やめときますわ」やけどやっぱり意味のあることとして社会にとって意気のあることなら使えるように。うん そうやね、してもらえまへんかなうん、うん、ということがあったりしたんで今回、まあ、ちょっとその今までよりはちょっと逆にいろんなことを細かく決めて例えば、うん、取得したデータをいつ,いつい何日間保存しますで、えー、こうやって廃棄しますで、えー、なんでデータ集めているかいったらこういうことです、うん、今実はねあの防犯カメラで集めている場合は防犯カメラの下に 目的書いてある小さく、うんうん、そんなん防犯カメラを下まで行ってみんいいけどね、うん、それをもうちょっとわかりやすく書くとかそういうことで、うん、まああのー、やったらどうやと本人同意撮るたんびに本人同意っていうのはそれは無理やろ。 法律をもうちょっと運用を、まあ、細かく厳しくしてすることで逆に使いやすくしようかということなんですよあの多くの人の場合ね今おっしゃったような、うん、例えば痴漢が防げるとかうん、うん、再犯防げるみたいなことになるとね、うん、あの結構社会的にはね、うん、訴えていくとできるような気もするんですけど、うん、ただまあもちろんその人権という部分だったりとか含めて、うんうん、細かいあればいるんやろうなと思いますわ。そそそそう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 れした上ともう一つはね、うんあの 悪い奴も A. I. 使いよるわけです。はいはい。今言うた、例えばね、今あのものすご空港なんかでも、顔認証システムが発達してるから。こうカメラに顔つけたら、パスポートの写真と A. I. が判定して、本人に間違いないですと。あ。一旦帳簿必要します。その後。ほう。そう、つまり、えっと、顔とパスポートの写真が一致してる。うん。それが、例えば。 機機能を作ったパスポートなら分かるやろうけどパスポートって10年間あるじゃん日本の場合はそうですね10年前でだいぶこの時から変わってますね顔見てそれはだいぶ変わってるでしょだいぶ人間はいやっぱりそんなこと言わんでも AI は分かってるわけですあこれも間違いなくあなたはですねはいお通りくださいとなるのが顔認証システムのええとこなんですがこれ悪いやつはこの同じ AI を使って悪用してるわけですねで例えばそのどこを見て本人と確認してるかへの 分かった上で一言で言うとなりすすましがでできるわけそこは AI 見抜きよりませんかだめですいや AI が全然違う人をその人にしてしまうんです画像上 AI の上をいくやつが出てくるわけですね AI 同士で。というのはね例えば指紋指紋考えてださい指紋ってグッと押してまあ照合して一致しましたいけども顔って。 ひっつきませんよ、ね、その機械にベタッてひっつかけちゃうから、うん、うんちょっと離れたとこでちゃんと認識してするそれぐらい離れててもきっちり認識できるぐらいの能力は AI 持っておるわですということは逆にあの他人の顔の映像を AI でこう偽造してね、うん、例えばまばたきとか、うん、口を開けるとか、うん、眉を潜めるとか、うん、そういう細かな表情を、ね、AI がつけることで。うん 全然別の人に成りすますまとということができきてしまうでででるんですねでも、うん、<ー>そうなったらそれは例えば犯罪成りすましなんだはい。したらです、ね、まあマネロン以外でもいろんな犯罪に使えませんか、うん、これが例えばね中国あたりはもう実は中国ってもういや AI の技術がすごくなってて、うん、その元の画像を1枚200円ぐらいで売ってたりするけどね例えばうわちゃんの画像を200円とかで売ってたりするだけよ。<ー> 困ったもんでしょそれ。もうちょっとタコしてほしいな。服用される。まあそういうやつあるんだ。ねでも、だから、本当は、その、なんていうの、こっちの雰囲気とかまで、わかるぐらいまで、読めるのに。一旦そこのところ、クリアしてしもうたら。完全に、同じ人物になってまうわけですよね。三人がね。で、a え、言うてるが間違いないと。間違いないと。うん。そう、そうなります。だから、すごい技術。 であるが以上にすごい悪いことに使えちゃうという、ね、怖いですね。うん、まあそうやね。必ずその問題が出てくるんやろうね。そうなんやね。だからそこも含めて、<の>ええー、まあ画像データをおーまあ晒すということに対してね。うん、あのフェイスブック改めメタですね。メタ,はい、メタは実は10億人分ぐらい顔データ持っと持ってますよね。持ってたんですけども廃棄するっていう対象、うん、もうちょっといろいろですね。もんあの問題ある程度かその。お 言われるというかもうちょっと法律整備してから集め直します,す、ね、みたいな感じでうん、うん、同じことですまあですから本当に今まで顔って顔写真というかどんな人の雰囲気かなんですけどもうすべてのものがデータになったわけですよねこの僕らの目の距離と間の距離とか鼻の長さとかみたいなのがここが動くと全部ねまあ本当技術が発達すればするほどまた新しい問題がこれからならず出てくるんですけれども。というこなんでまあその バックにはそういうことがあるということですね。わかりました、はいはい